これ残念なものがですね、ポケットがないんですよ。まあポケット当然クロコなんか持ってない。あるないですよ。いやいや、私の大切な人の写真がここに書いてある。まあどうでもない話なんですけどね。まあろくでもない話で救いようもない話、どちらがいいですかって言われたらどちらも同じようなもんですけれどね。はい、はい、ゆうひくんの出番が始まるよ。とりあえず、とりあえず聞いてください。はいはい、OK です。はい、お待たせします。はい、音が出た後は、演者の責任でございますので、ね、一旦この、ちょっと首にブラブラしてるものがあると気になってしょうがないっていう、ちょっと神経質な人間でございますのでね。はい、じゃあ始めましょうかね。いけないことかい、傷ついても二度とはもう話したくないんだベイビー、息ができないお題してる。はい、 OK ですね。はい、僕の調子は悪いんですけれども PA の調子は最高でございますのでね。はい、夕日の出番が始まるよ、始まるよ、ロスタイム。ということで、ゆうひ本日2回目の出番でございます。どうも、ゆうひでございます。新潟から来た悪い方の三大ギター弾き、ゆうひでございますね。最近これ使ってるんですけれども、他の2人がですね、絶対名乗り出ないんですよね、悪い方の2人が。ということで、実質トップでございます。どちらかというと、お子様の上層教育に良くないのでね、そうです、未成年のお子様がいらっしゃる方、あと未就学児童の、お子様をお持ちの お母様方は近づけないようにしてください。たちの悪い嫌がらせを覚えます。はい、ということでですね、まあ1曲目ちょっと楽しい曲いきましょうかね。最近暗いことばっかりなんでね。はい、いきましょう。オーシャンゼキで、すんません、なんかもうこういうチェックが悪いっていうのはダメでございますね。ピース。はい、OK ですかね。はい、行きましょう。街を歩く心軽く、誰かに会えるこの道で、可愛い君に声をかけて、こんにちは僕と行きましょう。要はナンパですよね。オーシャンゼリーゼ、愛する君と僕のために、オーシャンゼリゼ、オーシャンゼリゼ、いつも何か素敵なことがあなたを待つよ、オーシャンゼリゼ、あなたを待つよ、オーシャンゼリゼ、ランチは何でしょう、今日のランチなんすかね。はい、オムライス。オムライス、そうですね。あ、ではそれ、僕の終わるタイミングぐらいで作っていただけるとありがたいです。はい、お願いします。オーダー入りました。はい、オーダー入りました。はい、ということで、ライブ中にオーダーするっていうのが僕大好きなんです。皆さんぜひともですね、ぜひもう一杯飲んでいただければと思いますので。ということでですね、ゆうひと申します。新潟から参りました。最近ですね、黒子の格好してても、あ、ゆうひくんだってバレるっていう、そうですね、もう間違いなく僕だなっていう風に感じになるので、そろそろちょっと違う格好してみようかなと思っております。
ドン・キホーテで買ったんですけど意外と使いますねこの服、はい、ということで次の曲なんですけれども、そうですね、自分の曲1曲やってみましょうか。そうですね、オムライス大好きなんですよ。実は好きな人にオムライス作ってもらいたくて頑張ってたんですけれどもね、もう作ってくれないんですけどね、まあ、そんな感じでございますということで次の曲、あの前の別れた彼女の歌でも歌いますか。弱き者、あ、間違えた、あんまり思い出ないんですよね、楽しかったんですけど。指先に残る擦り切れた夢と理想と手のひらに後を残す現実と何を守るべきか答えが今日も出せない。優柔不断な新潟ハックのタリガラス、守るべきもんは夢かそれとも現実だったか、どちらもうまくやっている人を見てまた考えた。こんなはずじゃなかったと口をこぼしていなけりゃ昨日と同じ自分を守れない弱き者。同じ夢を追って叶えた人を見るたびに何が違うのかと神様に問いかけた。あがいてもあがいても届かぬことが生きてゆくことの全てだと言われ続けても、頑張っています、これで分かりませんか、誇るわけでも語るわけでもなく災難きものが夢の終わりに悔しさ以外を見つけたいだけ。ほど遠くどこかで甘えた私をかばいながら昨日と同じ今を守るだけで精一杯、叶わないと思えば人のあらを探した。ほんの一時買った気になって救われるため、惨めな自分でもいい負け続けることに慣れてしまうことの方がずっと怖いのだから。でも自分と誰かを比べてバカにして笑っても、自分の中の弱さに気づけるように、幸せの物差しも不幸の測り方も答え一つ出せぬまま私は生きる。良き人になりたい、頑張っています、強くないから頑張らなけりゃ何もできないから、あなたと同じように私は弱き者、誰かのせいでなんとかやってます。フルでやると7分超えるんでね、ライブに向かない曲でございます。外でポロポロっとやるときにちょうどいいんですね。うわ美味しそう、すっげー美味しそう、まあ後で私もオムライスいただくんですけれどもね。そうですね、まあその前の彼女の話なんですけれどもね、オムライスないっす。あ、ないんすか。はい、ランチは一体何ですか。ランチです。あ、じゃあそれお願いします。はい、ありがとうございます。いやー、誰もオムライス、なんかすいません、なんか私もさもしい深層心理がオムライスを求めてしまったのかもしれないので、多分僕のミスですね。はい、まあそうですね、まあ前の彼女もいい子だったんですけどね、僕よりも、僕東京にいたで仕事してたんですけどね、
まあ私よりも東京の天気のことをよく知ってる人でした。ずっと見ててくれたんでしょう、うん、ということでですね、次の曲なんですけれども、まあ使えなくなってしまった飲みに誘う曲でございます。これから飲みに行きませんか。アラームが鳴ってしまえばそこで夢はおしまいです。いつもは目覚めがいいのに今日はうとうとしている。来た時とは違ってきらめく街の中、まっすぐ歩くあなたの隣で空を泳いでいた。本当のこといやいつでもこの後に予定なんてないし、あなたを誘って連れてけたらいいのにね。これから飲みに行きませんか。そう言って誘ったらあなたがどんな顔するのかイメージしてシュミレーション、賛成も反対もその先の展開はきっと世界であなただけが決める話。伝えたい言葉なんてまっすぐ出た試しもない。変な形してるからどこかで詰まって引っかかった。今だから言えるのですが、一番最後に会いに行くのはこの後の展開に横島な期待して。いらっしゃいませ、こんにちは。あなたがほんの少しでも悲しそうな顔したら、最初からこういうつもりです。新潟へようこそ、結婚おめでとう。まあそんな感じですね。ですね、次で私最後の曲でございます。多分残り6分か7分ぐらいだと思うんですけれども、何分ですかね。いけるか。3分。はい、あとはい約5分前。はい、わかりました、行きましょう。そうですね、最近笑えないことがありましてね、うん、あの片思いしてた相手がですね2年前に結婚してることが分かったという素敵な状態でございます。ええ、うん、ええ、きっちり騙されましたね、うん、まあ住んでる場所も分かりましたし、あの旦那さんの職業、旦那さんのご実家の方も押さえましたので、ええ、リベンジタイムにしようか、それとも僕がこのまま引こうか、今日も迷ってますということで、そんな歌ですね、新曲ファイアワーカー。街の日がどうして綺麗か考えた僕にだって帰る40ワット、誰かと選んだカーテンスクリーンに映し出されるありふれた幸せな影、揺れるように
寄り添うようにまたたく明かりが幸せなリズムを刻む。どうでもいいかそんな話は始めようか。真夜中に星を作るバカ野郎の話を。ここから見えるあの船に乗って、花嫁は愛しき人のもとへ向かうのだろう。いつものことだ、笑って流せればいいのに。そういかながしい早わか十二時のカンバスを前に瞳閉じた。まぶたの裏の無限軌道、ビルが邪魔だ、星が邪魔だ、それでもここからなら見えるだろう。ここからだったら届くのだろう。愛していた、愛されなかった、傷つけるぐらいなら知りたかった。そんな自分が間違ってると思った。ワイヤーワーカー、守るべきもの、倒すべきもと持たないヒーロー。今日も一人自分の中の炎を抱いて、準備はもう済んだ。何をしようか考えた、何も浮かばない。ラジオは歌い出す、愛の歌を。愛し愛されるヒットソング、くだらない、つまらない、バカバカしい、羨ましかった。そうだったならどんなに良かったか。バカなのは僕以外の誰でもなかった。くだらないのは一人よがりの一人舞台だと分かっていた。ラジオが告げる突然の雨と同時に、ゆっくり船は岸を離れ進んでゆく。いつものことだ、いつだってうまくいかないから、なんだってやってきたんだ。ファイヤーは感風船の流星は雨雲を貫いて、星より高く愛してるを運んだ。どよめきが街にあふれ、花が咲いて火災に変わる。誰かが取り出すカメラの火花が、光の花のように見えた。まるであなたを見送るように鳴り止まない拍手のように見えた。ファイヤーワーカー十二時のカンバスを前に瞳閉じた。これが最後だ、これで終わればいい。物語はこう終わる、来るはずのない、あなたを思って、今日も一人空に花を打ち上げた。ということで、今日の僕の出番はいでございます。また明日もやらせていただくので、よろしければまたお越しくださいませ。この後も素敵な方々控えておりますので、最後までお楽しみください。